皆さん、こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は12月上旬です。この日は朝から雪が降っていました。雪は粉雪ではなくて、空からまっすぐ降ってくる湿った雪です。この日、養蜂場では越冬のための梱包作業が行われました。例年よりも10日ほど遅い越冬開始です。この養蜂場では二重箱式越冬法を採用しています。包装作業の詳細は昨年の動画がありますから、そちらをご覧ください。これは外箱の巣門付近の映像ですが、この時の気温が0度前後と低かったために、巣門を通じた蜂の出入りはありません。こうして今年の養蜂シーズンは終わったわけですけれども、今回の動画ではその節目に今シーズンを春に遡って振り返りたいと思います。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。で、なお、スズメバチの今シーズンの動向については、すでに前回の動画で取りまとめを行ったところです。そこで今回はメインのミツバチのサイドに焦点を当てながら、その動きを追いたいと思います。これは早春のシーズン初日の様子です。今年も昨年同様に越冬に挑んだ全ての群が無事に春を迎えることができました。そういう意味では今シーズンはと言いますか、今シーズンも幸先の良いスタートを切ることができたわけです。これは、越冬明けに巣門を開けて10分ほど経ったところの巣門付近の様子ですけれども、蜂たちも北国の長かった冬を乗り越えて、やれやれといったところです。6月には働き蜂たちが盛んにクローバーの花を訪れている場面が見られました。クローバー蜜については、円安の影響から例年になく熱心に養蜂場周辺の草花の刈り取りが行われたために、採蜜量が減るのではないかと心配されました。しかしそれはどうやら取り越し苦労であったようです。これは月別の蜜の生産量を過去4年について見たものです。黄色の線で示している今年の6月以前に取れた蜜の量は、灰色の線で示している昨年の6月に取れた蜜の量を上回っています。6月以前の主な蜜源植物はクローバーです。ですからこの図は今年のクローバー蜜の生産量が昨年を上回っていたことを示しています。なお、この図からは2021年、2022年の2年間と2023年以降の2年間との間で蜜の生産量にかなりの違いがあるということもわかります。これはそもそも蜂群の数が2021年、2022年と2023年、2024年との間で違っているからです。蜂群の数が同じである2023年と2024年との間の生産量の違いは、1群あたり生産量の違いを反映しています。それに対して2022年以前の2年間と2023年以降の2年間の違いは、1群あたり生産量の違いだけではなくて、そもそもの蜂群数の違いをも反映しています。したがって2023年と2024年との間の蜜生産量の違いは、蜂群数の違いではなくて、1群あたり蜜生産量の違いを反映しているわけです。そしてここにはやはり地球温暖化の影響を見ないわけにはいきません。これは
最寄りのアメダス観測所の月平均気温のデータですけれども、青い線の今年の春の4月から6月の平均気温は灰色の平年の数値はもとより、オレンジ色の昨年の値をも上回っています。暖かかったので花は多くの蜜を出し、蜂の活動も活発になって盛んに蜜を集めたのでしょう。なお春は多くのオスバチの卵が産みつけられる時期でもあります。これはオスバチの巣房を潰しているところですけれども、今シーズンは女王バチの交代を念頭に置きながら、なお多くのオスバチの巣房を潰さずに残しました。後から振り返ってみると、こうした措置が後にダニの被害を深刻にした原因であったように思います。というのも、皆さんもご存知のようにオスバチの巣房はダニが増える際の温床であるからです。夏7月になっても今年の蜜の生産量は昨年を上回っていました。昨年の7月は雨が少なくて黄斑ゴンソウは蜜をあまり出さなかったのですけれども、今年は十分な降水があって昨年とは大違いでした。今年の7月の降水量は231mmあったのに対して、昨年の7月の降水量は 91mm しかありませんでした。こうした降水量の違いが蜜の生産量の違いに影響したのだと思います。しかし、今年の蜜の生産が好調であった時期は7月で終わってしまいました。ご覧のように8月の蜜生産量は昨年を大きく下回り、訪群数が少なかった一昨年並みの水準に戻ってしまいました。これはミツバチヘギータダニの影響です。8月になってダニの被害が深刻であることが明らかになったので、直ちにダニの駆除剤のアピスタンを巣箱の中に入れまして、そしてそれ以降の採蜜をやめてしまったのです。例年であるならば8月末あるいは9月上旬まで行う採蜜を、今年は8月上旬でやめたのですから、8月以降の蜜生産量が大きく減ったのは当然です。秋になってスズメバチとの戦いに加えてダニとの苦しい戦いをも強いられました。その一方で越冬に向けた準備も行われました。結果として今年の春まで割と順調に伸びてきた訪群数が激減するという形でシーズンを終えて本日の越冬初日を迎えたわけです。ここまで見てきたように、春の好調と夏以降の災難という形で、浮き沈みの激しいシーズンでしたが、一シーズンを通じて見た蜜生産量はどうであったのかというと、それはご覧のような結果になっています。この図で横軸は年で縦軸は蜜生産量です。蜜生産量は2021年の生産量を基準にした指数で示しています。先ほど言いましたように2021年から22年の2年間と2023年から24年の2年間とでは訪群数が違います。2023年になって生産量が急に増えているのは訪群数が増えたからです。訪群数がほぼ同じであった2023年と2024年の採蜜量を比べてみると、2024年は浮き沈みが激しかったんですけれども、昨年とほぼ同程度の蜜が生産できています。2024年は夏以降の不作を春の豊作がカバーしているのです。
逆に言うと春の好調が夏以降の変調の影響で相殺されてしまったのです。そうして、まあ、こうした変調をもたらしたものはミツバチヘギイタダニによる被害であったわけです。なおこの養蜂場ではこれまで北海道の寒冷地で越冬を行ってきました。冬は大変に寒いので女王蜂による産卵は完全に行われなくなります。そのことは有効なダニ対策になっているはずです。というのも先ほども言いましたようにミツバチヘギイタダニは卵から帰った幼虫やサナギ主に校舎に寄生して繁殖するからです。寒冷地での越冬は女王蜂の産卵を止めることによってこうしたダニの繁殖を一定期間、まあ、少なくとも3ヶ月程度は完全に止めることができると私たちは考えています。しかし、まあ、そうであるにもかかわらず今年は深刻なダニの被害が出てしまいました。寒冷地越冬の効果をなくしてしまうほどまでに春先の温度が高かったということが原因なんだと思います。来年もおそらくは温暖な天気でしょうから今年の反省を踏まえて来年は今まであまりやってこなかった春先のダニ対策をしっかりとやらなければならないと考えているところです。今回は越冬開始の節目に今シーズンの養蜂を春に遡って振り返ってみました。もしもよろしければチャンネル登録・高評価で応援していただけると励みになりますのでお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。